てはジャークだ。我らの力を託す。止めてくれ。神々よ、しばし休め。邪神 B では必ず葬る。真実は炎の中に。その深き暗黒で我らを包もうというのか。我ら混沌なり。この世の命を全て食らい尽くしてやろう。愚かな神たち、すべては我となるのだ。覚悟しろ、ビーデよ。この炎にかけ、貴様を葬る。誰が食らってやろう。我に及ばぬ。光が塔に沈んでいる。沈まぬ。皆に託された火がある。灯火はやがて炎となり燃え上がる。深き夜を照らすためにな。まだだ。神々よ、深き夜を照らしたまえ。いいぜよ。不滅だ。世を覆い尽くしてやる。人間たちの醜き悪意でな。聖火よ、照らしたまえ。我らの心のあれ、なんだっけな。聖火よ、照らしたまえ。我らの心の あれ、なんだっけな。だっせ。心の影を
だぞ。ヤシッケ、よく覚えていますね。常識だろ。しっかりしろよ、テメノス。紙芝居くらいちゃんと読んでくれよな。では気を取り直して。エルフリックの炎は邪神ビーデを焼き尽くしました。厄災は去ったのです。八柱の神々は力尽き、長き眠りにつきました。暗闇を遠ざけるため聖火へと姿を変え、人間たちは明るく温かに生き続けたのです。聖火の加護とともに。なかなか良かったぞ、テメナス。またセリフ間違えたけどな。手厳しいな。もう、いつになったら覚えるんですか。しっかりしてくださいね、テメノス審問官。善処しますよ、ミントさん。さあ、聖火のろうそくよ。お家に持ち帰って火を灯し、悩みを打ち明けなさい。きっとあなたたちの心を明るく照らしてくれるわ。ありがとう、ミントさん。その髪飾りかわいいね。ありがとう。すべての人は影を持って生まれる。影とは心に浮かぶ醜い気持ち、怒り、憎しみ、恨み、妬み。その影を聖火は照らし導いてくれるわ。お見苦しいところ。何を言う。子供らも楽しんでいたぞ。そうだと良いのですが。テメノス、少し話さんか。ええ、喜んで。テメノスよ、町は平和だと思うか。ええ、パッと見は。ただ影はどこにでも潜むものですから。そなたに任せたい仕事がある。異端審問官に任命して数年、大きな事件はなかったが、ここに来て教会へ反発する動きが出始めている。異端審問官としての仕事も近かろう。頼んだぞ、テメノス。
そなたは信頼できる。ロイと同じようにな。身に余るお言葉です。お二人とも私に内緒で何のお話ですか？内緒じゃよ、ミントさん。私は失礼するよ。人を待たせているのでね。今夜、大聖堂に来てくれ。重要な話がある。伺います、教皇。真実は炎の中に。あの方は確かルーチーという西大陸の神学者ですよ。はるばる教皇のもとまで何の用でしょうか？みんな秘密が多いのね。さて、夜までまだ時間はある。少し町を見て回っておくか。何の騒ぎかな。チェー、愚かな者たちよ。教会は聖火を悪用し我らを欺こうとしている。その虚偽を晒すためここに粛清を始める。目を覚ますのだ。我らにこそ真実あり。目を覚ますのはおたくらだろう。貴様、聖堂騎士か。新人だがな。成果を貶めるボートめ、悔い改めろ。聞いてねえよ、聖堂騎士が出てくるなんて。お前たち。おや、この神官を粛清し貴様らに教えてやる。聖火の加護など存在しないとな。卑怯な。まいったな、捕まってしまいました。ところで尋ねますが、君、異端ですよね。何？聖火の光を輝きたまえ。これが聖火の加護ですよ。
助かりました、テメノス様。でならあちらの方に。それはもしや断罪の杖。まさかあなたは異端審問官では。そうですよ。お会いできて光栄です。異端審問官は選ばれし者が授かる名誉ある職。僕の憧れの存在です。君変わってますね。紙芝居がやりたいの？紙芝居？ところで君は？聖堂騎士クリックと申します。本部の警護に着任いたしました。確かに腕は良さそうです。異端が動き始めている話は本当だったようですね。はい、聖堂機関も警戒を強めています。まったく、神は何を見ておられるのか。平和だったからってサボらないでほしいですね。今のお言葉は神への冒涜ですよ。異端審問官は神の代行者のはずでしょう。何事も過信は毒です。少しは不真面目な使いの方が安心できるかもね。神も信じられない。それが聖職者の言葉ですか。疑うことが私の仕事なもんで。失礼します。教皇へご挨拶に伺うので。教皇のいる大聖堂はそっちじゃないですよ。何分着任したてなもので。やれやれ、仕方ない。私が導いてあげましょう。迷える子羊くん。子羊。さあ、いらっしゃい。戦いは本業じゃないんですね。日が落ちてきましたね。うかうかしてられません。夜はさらに魔物が増えます。はい、気を引き締めてまいりましょう。
心強いですね。青銅騎士は教会中からえりすぐられた騎士たち。神の剣とも呼ばれ、千の魔物をも退けるとか。お任せください、テメロスさん。神の剣がついていますよ。でも見間違いかな。君はさっきの戦いで私の後ろに隠れてませんでしたか？そんなわけありませんよ。騎士の名に誓ってもいい。むしろあなたをお守りしています。失敬、見間違いでしたか。では神の剣を頼りにさせてもらいましょう。構いません。僕はどこにも隠れませんから。行きましょうか。聖火の加護があらんことを、なんてね。聖なる戦いは本領じゃないんですね。来ましたよ、子羊くん。恥ずかしい呼び方はやめてください。僕の名前はクリックです。覚えてくださいよ。失礼しました、クリックくん。こちらが聖火教会の大聖堂です。準備はいいですね。あれ、おかしいな。鍵がかかってる。教皇、もしもし、テメノスです。開けていただけますか？風邪ひいちゃいますよ。本当に教皇に招かれたのですか？そもそもあなたが異端審問官なのかも疑わしい。おや、
ようやく疑うことを覚えたようですね。だが、虚構は確かにおっしゃった。夜に会いに来るようにと。何かあったのかもしれない。どうです、クリック君。神の剣で扉を一思いに。切りません。なんて罰当たりなことを。やれやれ、仕方ない。中に入る方法が他にないか考えてみましょう。ああ。何か思いつきましたか？あれ？聞こえてない？テメノスさん、風邪ひいちゃいますよ。テメノス審問官！おや、クリック君。どうしたんですか？立ったまま死んだように。いや、失敬。考え事をするとどうも集中しすぎてしまって。悪い癖ですね。ああ。でもおかげでいいことを思い出しました。2年前、大聖堂は大掛かりな改修を行いました。ここには、その改修に携わったものが残っているはずです。その人物を審問すれば、あるいは道が開けるかもしれません。審問って、何をする気ですか？さ、行きますよ。審問の時間です。やれやれ。ほらほら。いいでしょう。聖なるそこですか。さてと、聖なるブラボて暴かせてもらいますよ。行きますか。傷を癒やしたら
てと。よっ、行きますか。どうですか。暴かせてもらいますよ。やれやれ。よっ、いきますか。聖なる失礼。いいでしょう。聖なる、いいですね。おお、大聖堂の東の小屋に今は使われていない地下通路があると。感謝しますよ、聖火の加護を、バドスさん。なるほどなるほど、地下通路とはね。さあ、道が開けましたよ、クリック君。道って、だいぶ強引に問い詰めましたよね、神の使いなのに。神は死者へ道を開く炎を与えたもうた。聖典も教えています、炎を使い道を開けとね。ああ、主よ、罪をお許しください。やれやれ、苦労しますよ、君みたいなのは。なぜあなたのような人が異端審問官に。教皇が選んだ、それだけですよ。聖火が揺らいでいる。協調です。え、どうも嫌な予感がしてきました。先へ進みましょう、クリック君。さてと、参りましょう。いいでしょう。やりました。いきます。やらかった。ほらほら、やれやれ、大人げなかったですね。本気で行きますよ、聖なる御安。
戦いは本業じゃないんですね。いいでしょう。聖火の輝くたまえ。聖火の加護があらんことを。なんて、ね、聖火の輝きたまえ。やれやれ、大人げなかったですね。教皇、まさか。死んでいる。これは一体、何が起きてるんですか、テメノスさん。あれは魔獣。まさか聖槍が破られた。後ろに下がってください。僕がお守りします。心強いですが、守られてばかりもいられません。テメノスさん、来ますよ。クリック君、行きましょう。クリック君、行きますか。あっ、それ参りましょう。はい。さてと、聖なるとこですか。よし、いいでしょう。聖なる神よ、参りましょう。よし、ブラボー、悔い改めなさい。聖なる神よ、参りました。誓って、行きますか。
聖なる神よ。で行きますよ。聖なる神よ。よっ。魔獣が興奮している。また後ろに隠れますか、クリック君。ご冗談を。あなたこそ僕の後ろへどうぞ。雷剣将の皆において。銃を撃ちます、なかなか頼りになりそうだ。では私も本腰を入れるとしましょう。傷を癒したのに参りましょう。いいでしょ、君をあがないなさい。聖なる神よ。参りましょう。よし。やれやれ。聖なる神よ。はっ。参りましょう。誓って。よし。行きますか。聖なる神よ。いいでしょう。聖なる神よ。はテメロスさん。よし、まさか祈るなら今ですよ。傷を癒したのにテメロスさん。やれやれ。聖なる神よ。参りましょう。しかも、いいでしょう。聖なる神よ。贖いなさい。ご安心、私が守ります。参りましょう。お守りします。参りましょう。祈るなら今ですよ。聖なる神よ。戦いは騎士の仕事です。落ち着きなさい、クリック君。こんな時こそ。すみません。背中に大きな爪痕、魔獣にやられたと見て間違いない。まだ暖かい。そう時間は経っていないはず。まさかこんな事故が起こるなんて。事故ね。君の目は節穴のようだ。え？
割れた聖槍と魔獣、殺害された教皇、テメロスさん、テメノスさん、真実は炎の中に。現場の形跡を見る。事件前の状況はざっとこんな感じだろう。まず知るべきは、魔獣がなぜここにいたのか。現場に残された痕跡、手がかりはきっとここにある。さて、導きましょうか。真実をね。何らかの香を焚いていたようだ。この香りは魔焼け芝の魔獣、特にバルグシを強く引きつけるものだ。つまり魔獣は偶然ここにいたのではない。おびき寄せられた可能性が高い。清掃の破片が散らばっている。清掃という魔除けがあるのに、魔獣はなぜ入ってこれた。おや、破片に土がついてるな。これではまるで外に落ちていたかのようだ。本当に外に落ちていたとしたら、内側から割り、外から破片を撒いたとしたら、魔獣の仕業ではなく何者かが割ったことになる。なるほど、大体のことは分かってきた。だがまだ気になる点がある。倒れた四つの燭台、これは特別な式典の時のみ大聖堂に置かれるものだ。それがなぜ今日ここにある。そういえば前に教皇から聞いた。燭台の火は聖火を模している。神々は邪神を退け、四つの聖火となり眠りについた。真実は炎の中に。聖典の一節を連想させるな。偶然じゃない。何か意図があるに違いない。
なるほどなるほど、分かってきましたよ、クリック君。帰ってきたんですね、テメノスさん。この清掃の破片、よく見ればわずかに土が付着しています。内側から割られた後、外から巻き直したのでしょう。それにこの香炉、残り画からして魔獣を寄せる香が焚かれたようです。なんと、何者かが清掃を終わり、ここに魔獣をおびき寄せた。それじゃ事故ではなく殺人？ほぼ間違いなく。そんな、誰が？さてね、だが手がかりはありそうだ。ご覧なさい、この無造作に散らばる食材。教皇が魔獣に襲われた時散らばったようですが、本来この食材は特別な式典以外で置かれることはありません。だがなぜか置かれていた。あの祭壇を囲うようにね。神々は邪神を退け、四つの聖火となり眠りについた。それは聖典？なぜそんな場所に？真実は炎の中に。おそらく教皇が危機を察し、ここへ隠したのでしょう。何者かが真意を理解し、見つけることを願って。この聖典には重大な真実があるはず。そこまでです、テメノス審問官。聖堂機関です。これより現場は我らが預かります。なぜここに？魔獣の知らせを聞き駆けつけたが、遅かったようです。教皇が殺されるとは、貴殿らには後で話を伺います。去られよ、現場から何も持たずに。行きましょう。クリック君、一つ頼まれてください。調べてみてほしいことがあるんです。調べ物ですか？我らが主よ、教皇イエルク様は我らの父。
聖火のごとく我らの影を照らし導き保うた。その御心は後世へと語り継がれるだろう。教皇様、聖火も悲しみ揺らいでいる。教会の損失は計り知れぬほど甚大ですが。副長さん、また会いましたね。現場を発見したテメノス殿に伺いたい。何かお気づきになったか。さてね、さっぱりです。論外ですな、テメノス殿。教皇も悲しまれるだろう。我ら聖堂機関は教会内の独立した調査集団、教会管轄内の治安と秩序を長く守ってきた。一方、そこに教皇が関与するため設けられたのが異端審問官。貴殿は主を失ったわけだ。不況にでも勤しまれるがいい。うるさいカラスが来たものですね。教会有力者の警護は聖堂機関の仕事でしょう。この件、責任が重いのはあなた方では？慎めよ、教皇の犬目が。では、こちらもまだ調査がありますので。書庫へ行きますよ、クリック君。テメノス、気に食わん男だ。テメノスさん、なぜ喧嘩を売ったので？事実を指摘しただけです。嘘もつきましたよね。現場の見当はさっぱりだと。方便と言ってほしいですね。君のお仲間ではあるが、あの人たちは信頼してません。で、頼み事はどうなりました？それがあの晩、大聖堂内部にいた人間にくまなく聞き込みをしましたが、怪しい者は誰もいませんでした。ではどうやって聖堂機関の者たちは。テメノスさん、それ現場にあった聖典。声が大きい、クリック君。教皇の置き土産ですから、大事にしなくてはね。
の聖典に何が。うん、見たところただの聖典ですが。おや、メモが挟まっていますね。これは？わかりません。だが必ず何かあるはず。重大な意味が。おや、聖堂機関の皆さん、まだ何かご用が？クリック、新たな調査を命ずる。移動先は追って知らせる。2をまとめておけ。犬に用はない。着任早々に移動とは。短い友情でしたね。芽生えてませんよ、テメノスさん。釣れないですね、君は。ご一緒したのは少しの間でしたが、あなたが教皇に選ばれた理由、少し分かった気がします。光栄ですね、クリック君。テメノスさんはこれからどうされるので？旅に出ましょうかね。旅に？教皇を殺害した者を見つけなくては。私なりにちょっと心当たりがあってね。まあ、これが仕事なもんで。どうかご用心ください、テメノスさん。僕はこれで。まずは神学者ルーチーに会うとしよう。教皇と一緒にいた人物、この事件の重要参考人といえる。教皇は生前異端の動きを気にされていた。場合によってはルーチーへの審問が必要そうだな。だが何か引っかかる。教皇は自らの死を予見し、聖典にメモを残した。やがて夜迫る。この言葉が指す真実を突き止めなくては。誰も言わずすみません、ミントさん。ちょっと昇進旅行に出てきます。なんてね。
方は何を考えてるかわからない人。でもきっと正しい行いをされるはずです。あなたの紙芝居が聞けないのは寂しいけど、いってらっしゃい、テメノスさん。行ってきます。手紙くださいね。よかったら。